次は丈太郎。貴様だ。やろう。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう、では十分近づくがよい。あのとどめの無駄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 だ。無駄だ。無駄だ。これが腕食いよ。無駄だ。無駄だ。無駄だ。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。なんだこいつは。いきなり現れた。粉みじんになって死んだ。ディオ様を倒そうなどと思い上がった考えは正さねばならんからな。一人一人順番に順番にこのバニラアイスの暗黒空間にばらまいてやる。おい、ずいぶん肝っ玉がでかいじゃねえか。こんな人の多いところで攻撃仕掛けてこようなんてよ。名乗りな。名はチャカ。冥界の神アヌビスを暗示とするスタンド使い、ジャンピエール・ポルナレフ。お前の命もらい受ける。ひえかかってきな、そのアヌビス神とやらのスタンドでな。チャリオット。何か変だぞ。
女との血比べに負けたのだ。この通りに見覚えはないか。そうだ、てめえディオ終ラウンドだ。ダダプラチナザワールド。時は動き出す。オラ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 。エレー。ジョータロー、さっき頭に来ているとか抜かしていたな。ホン。やった。スタープラチナはついに我がザワールドのもとに敗れ去った。不死身、不老不死。スタンドパワー。これで何者もこのディオを超える者はいないことが証明された。